兄弟や姉妹をテーマに書いた作品って良いわよね。どうしたんだ急に。最近おそ松さんにハマっているのよ。あとアナと雪の女王も見たわ。なんだか色々ちょっと古くないか。まあ、兄弟や姉妹をテーマにした漫画やアニメは多いな。名探偵コナンでも多数の兄弟、姉妹が登場しているぞ。そうね。工藤新一と怪盗キッドこと黒羽怪盗も兄弟よね。いや、そこの二人はなぜか顔が似ているが兄弟ではないんだぜ。え？そうなの？おいおい、初歩的なことだぞ。それじゃあ今日は、名探偵コナンに登場する兄弟について話していこう。真実はいつも一つ。名探偵コナンで一番有名な兄弟といえばやっぱり、赤井秀一、畑秀吉、世良真澄だろうな。赤い毛ね。そうだ、映画ヒーローの弾丸で大活躍だったからみんなの記憶にも新しいだろうぜ。長男、赤井秀一。次男、羽田秀吉。そして、末っ子であり長女の世良真澄だ。長男は FBI、次男は天才衝撃士、末っ子は高校生探偵と。とにかくこの兄弟はヤバいんだぜ。絶対的に回したくないわね。兄弟なのにどうして全員名字が違うのかしら？まさか訳ありの家庭とか？訳がないといえば嘘になるが、この兄弟は全員同じ父と母から生まれた正真正銘の兄弟だ。赤井星は父親、赤井勤の名字ってわけだな。じゃあ、なぜ三人とも名字が違うの？普通に考えたら赤井秀吉と赤井真澄じゃないの？まず、長男の赤井秀一は父の名前である赤井星を名乗っている。ここまでは理解できるわ。そして、次男の秀吉は、将棋の名家であり父親の知り合いだった羽田家の養子になったから羽田星なんだ。そっか。養子だから名字が違うのね。羽田家の亡くなった息子、羽田浩二の夢を叶えるため、秀吉は羽田家に養子に入り羽田秀吉になったんだ。羽田秀吉という名前が橋場秀吉に似ているから、太閤名人なんて呼ばれているのね。そして、世良真澄の世良星は、母親であるメアリーの旧姓なんだ。父親である赤井勤から、この先、私はいないものと思え、という言葉を残されたメアリーは、息子、娘を守るために赤井星を捨て、自身の旧姓である世良星を名乗ることにしたんだ。だから、末っ子であり高校生探偵の真澄の名字は世良なんだぜ。羽田秀吉も養子になるまでは世良秀吉だったんだぜ。つまり、母親の名前もメアリー世良ってことね。そうだぜ。後で説明するけど、メアリーには妹がいて、その妹の旧姓も世良ってことになるな。父親である赤井勤の生死はまだ不明なのよね。そうなんだ。17年前の羽田浩二事件に関わっていたことや、黒の組織に関わっていたことは間違いないだろうな。もし、赤井勤が生きていたとしたら世良真澄は赤井星になるのかしらね。どうだろうな、私たちはもう世良真澄で馴染んでしまっているから、赤井真澄になったら違和感がすごいな。それに、世良真澄の名前はガンダムのシャアの妹である、セイラ、マスが由来しているから名字が変わることは考えにくいな。赤井秀一はガンダムの赤い彗星、シャアが由来なのよね。そこまでガンダムと繋がっているなんて驚きだわ。次に紹介するのは宮野明美、宮野志保の姉妹だ。宮野志保、灰原愛の本名ね。そうだぜ。宮野明美と志保は、母、エレイナと父、アツシから生まれた姉妹なんだ。親が組織の研究所にいた関係で二人とも黒の組織と関わっていたんだぜ。妹の志保はシェリーというコードネームだったのよね。ああ、エレイナとアツシは研究所の火災で死んだと言われており、娘の宮野志保は研究を引き継ぎアポトキシン4869を作ったんだ。お姉ちゃんのコードネームは何だったの？姉は組織とあまり関わっていなかったようだし、コードネームはなかったんだろうな。姉の明美は大学に通っていたり、妹に比べると自由に過ごしていたみたいだし、彼氏もいたんだぜ。宮野明美の彼氏って赤井秀一だったわよね。正解だ。赤井秀一は組織に潜入するために諸星大と名乗りわざと宮野明美に近づいたんだ。そして、宮野明美は FBI を招き入れたとして陣に殺害されてしまっている。両親に続き、お姉ちゃんも亡くすなんて愛ちゃんかわいそう。赤井秀一が宮野明美と付き合い始めた頃は演技だったが、次第に惹かれ本気になってしまったんだぜ。その証拠に、赤井さんは宮野明美からのメールを保存しているんだ。赤井さんも彼女を殺されて心に傷を負っているのね。自身が原因だから余計だろうな。ちなみに、赤井秀一と宮野明美はいとこ関係なんだ。え？さっき、赤井家の説明の際にメアリーには妹がいると言っただろう？メアリーの妹は宮野姉妹の母親であるエレイナなんだ。つまり、宮野エレイナの旧姓はセラってことね。そうだぜ。メアリーとエレイナはハーフだからな。
赤井さんは宮野明美が自身のいとこであると知っていて近づいたのかしら？現時点では分かっていないが、もしかすると赤井秀一と宮野明美は幼少期に関わりがあったのかもしれないな。赤井さんが沖谷スバルとして駆動艇から灰原愛のことを見守っているのも、元彼女である宮野明美の妹だからという理由だけじゃないかもしれないぜ。宮野明美が死ぬ前に赤井さんに送ったメールの PS 部分も気になるわね。続いては諸伏貴昭、諸伏広光兄弟を紹介しよう。兄は長野県警の警部、諸伏貴昭で、弟は警視庁公安部の諸伏広光だ。青山先生曰く、広のデザインを描いた際に諸伏貴昭に似ていたので、兄弟にしちゃおう、と思ったそうなんだ。へえ、そんなノリで決められているなんて驚きだわ。諸伏広光は組織に潜入しており、スコッチというコードネームだったんだぜ。自身の正体がバレて、自決してしまっているがな。広、イケメンなのに残念だわ。弟だけでなく、お兄さんもとってもイケメンね。顔だけでなく声もいいんだぜ。兄は長野県警で、弟は警視庁に所属していたんだ。兄弟なのに長野と東京でかなり離れているのはどうして？諸伏兄弟は両親を殺害された悲しい過去を持っているんだ。もともと長野に住んでいたが両親を亡くしたことで、兄は長野、弟は東京の親戚に預けられ別々に生活していたんだぜ。両親を殺害された挙句、兄弟バラバラになるなんて残酷すぎる。諸伏の親族さん、どうして兄弟一緒に引き取ってあげないのよ。まあ、いろいろ事情があったんだろう。諸伏貴昭は長野県警なのでコナンたちが住む東京、米花町とは距離があり、あまり関わってこないかと思われたキャラクターだったが、安室さんと赤井さんの個室の原因であるスコッチの兄であることや、ラム候補の一人であった黒田亮江は元長野県警であること、怪盗キッドのトリックを見抜くなど頭が切れることから、今後も深く関わってくるキャラクターだと考えられるな。諸伏広光がなぜ潜入捜査官だと組織にバレたのかといった謎や、諸伏広光が組織に入る際の偽名もまだ明かされていないものね。次に紹介するのは名探偵コナンでも珍しい双子の刑事、横溝さんを、横溝十五だ。兄が横溝さんを、弟が横溝十五だぜ。三五十五。ふふ、気持ちはわかるが、人の名前で笑うのは失礼だろう。ごめんなさい、つい。兄は静岡県警捜査一課の警部で、弟は神奈川県警捜査一課の警部をしているんだ。兄弟なのに違う県の刑事なのね。兄の産後はキャリア組だからな。初登場時は埼玉県警だったが、静岡県警に移動しているぞ。二人は双子で顔も声もそっくりだが、髪型と性格が違うんだぜ。兄の産後は毛利小五郎を尊敬しているが、弟の十五は毛利小五郎を煙たがっているような描写があるんだ。双子だからって何でも同じではないのね。最近は弟、十五の恋愛についても書かれていて、兄から同僚を紹介されているといった一文があったことから、コナンファンの間では横溝さんご既婚者説が浮上したんだ。もし既婚者だとしたら、いつの間に結婚していたのかしら。初登場時から実は結婚していたとか？真相はわからないけれど、妄想が膨らんでしまうな。続いてはコミックス101巻で初登場を果たした、萩原千早、萩原健二を紹介するぜ。100巻超えて、さらに新キャラクターが出るなんてすごいわ。萩原千早は映画ハロウィンの花嫁でも人気になった萩原健二の姉で、青山先生が警察学校編で書きたかったけど書けなかったエピソードとしても挙げていたんだ。警察学校編では出せなかったけど、本編で出したのね。姉の萩原千早は、神奇川県警交通部第三交通機動隊の警部補、白バイ隊員で、弟の萩原健二は、警視庁警備部機動隊の爆発物処理班に所属していたぜ。弟は7年前、爆発に巻き込まれて死亡している。ツイッターで行われた質問コーナーで、萩原兄弟や親友の松田陣平は、東京と神奈川の境目が地元であると明かされていたから、二人は神奈川県警と警視庁を選んだんだろうな。萩原と松田は幼馴染であり親友なのよね。そうだぜ。どうやら松田陣平は萩原千早に惚れていたようなんだ。萩原千早と交際はしていなかったみたいだが、松田陣平に思われて千早もまんざらではなかったみたいだな。弟に続いて、弟の親友も失うなんて、辛いわね。初登場が101巻なので萩原千早についてのエピソードは少ないが、コナンが毛利小五郎のアシストをしていることをすぐに見抜いていたり、同じ神奈川県警の横溝十五と恋愛関係になりそうな描写があったり、人気キャラクターである萩原健二、松田陣平と繋がるキャラクターなので、これからまだまだ登場すると思われる。弟の萩原健二や松田陣平の回想シーンがまだまだあるかもしれないわね。
名探偵コナンに登場する兄弟で忘れてはいけないのが、本堂秀美、本堂英介の指定だろうな。姉が本堂秀美、またの名を水なしれな。弟が本堂英介だ。本堂秀美って確か黒ずくめの組織の一員よね。そうだな、コードネームはキールで本当の正体は CIA の諜報員。水なしれなは組織に潜入する際の偽名なんだ。そして弟の本堂英介は蘭やその子が通う低端高校の転入生として登場したぜ。丸メガネが可愛いドジっ子キャラだな。確か、ちょっと前に登場したキャラクターよね。そうだな、本堂英介はコミックス49巻で登場し、父や姉が CIA 諜報員だと知ったことで、自身も CIA 諜報員になるため留学してしまったから、最近は登場していないな。元気にしているのかしら？本堂英介はドジっ子だけど、自力で江戸川コナンの正体が工藤新一であると見抜くほど、高い推理力を持ち合わせていたから大丈夫だろう。いつかまた登場してほしいわね。本堂秀美、英介の指定がよくわかるエピソードとして、コミックス56から59巻、アニメ491話からの赤と黒のクラッシュがあるから、気になる人はぜひチェックしてくれよな。私も早速見てみるわ。ただし、時間がない時に赤と黒のクラッシュを見るのはおすすめしないぜ。赤と黒のクラッシュは名探偵コナンでも最長シリーズで、アニメだと全14話あるからな。ちょっとしたアニメの1クールくらいあるじゃない。しかし赤と黒のクラッシュは一気に見てしまうくらい面白いシリーズだから、まだ見ていない人はぜひ一度見てくれ。2023年の映画に向けて予習や復習にもなるぞ。最後はその他の兄弟キャラクターをさらっと紹介しよう。え？あのキャラクターにも兄弟がいたの？といった意外な人も登場するぜ。どんなキャラクターが出てくるのかドキドキね。それじゃあ行くぞ。鈴木その子の姉、鈴木綾子。つぶらや光彦の姉、つぶらやあさみ。白鳥忍三郎の妹、白鳥さら。鈴木次郎父の弟、鈴木四郎。榎本あずさの兄、榎本杉人。白鳥警部やポアロのあずささんにも兄弟がいるなんて驚きね。名探偵コナンはまだまだ続いているから、今後新しいキャラクターが登場したり、え？そこ兄弟だったの？みたいな展開があったりするかもしれないな。これからもまだまだ楽しみだわ。というわけで今回は名探偵コナンに登場する兄弟を紹介したぞ。私の独断と偏見で重要じゃないキャラクターや、一度しか登場していない兄弟キャラクターは省かせてもらったが、まあ、知っておきたい兄弟キャラクターは一通り紹介できたかな。白鳥警部に妹がいたことや、ポアロのあずささんにお兄さんがいるなんて知らなかったわ。私としてはやっぱり赤池と宮野家の関係性に注目してほしいな。宮野エレイナは安室さんの初恋の相手でもあるし、今後も絡んできそうなのよね。初恋の相手が殺したいほど憎んでいる男のおばだと知ったら、安室さんはどうするのかしら。今回の解説は公式情報だけでなく私個人の考察も多く含まれているから、他に考察や意見がある人はぜひコメントしてほしいぞ。詳しい方のコメントお待ちしております。他の人の面白いコメントもあるかもしれないから、コメント欄のチェックもしてくれよな。この動画が面白いと思った方は、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。ご視聴いただき、ありがとうございました。